濃い9ヶ月でした、うん、9ヶ月連続でアウトプットをレコーディングし続けるとかっていうのも初めてだったし、まあ、それが面白かったし有意義だったけどすごい大変だった。でその都度その都度いろんな印象に残ってるし、うん、取り掛かってた曲をやってた頃の生活状況とか、うん、あの身の回りの景色ごと変わるから、だいぶやっぱこのナインチャンツは自分にとってはもう全て印象的というか、切り取る場所次第で全然違うことを考えてたし、うん、どれっていうことはちょっとなかなか難しいかなって感じですね。まあ再燃したこのパッションでひたすらこう走っていった中で、最後にどういうストーリーになるだろうっていうところで来たこのリリック、うんうん、正直自分の予想と違ったところもあるけど、まあ、彼らしいなと思うし、そのまさに自分たちが作ってきたこう影というか、まあ、影を描くことも取れるし、まあ、時間軸で捉えても面白いし、まあ、そういう意味で言うとやっぱりそのどんな影でとか自分がどうするかによって出てくる影も変わるんだろうなみたいな、まあ、それが聴いてる人にとっても同じだろうし、うん、で言うとやっぱ改めてどういう姿勢でやっていくのか生きていくのかとか音楽やるのかみたいなのがこの曲には詰まってるんじゃないのかなと勝手に思ってます。レコーディングはもう今までの音楽人生で一番苦戦しました。レコーディングを撮ってるその一日っていうのは本当にこう一番歯食いしばってたレコーディングだったなと、ナインチャンツで言うと、その楽しむっていう余裕もそこまで持てなかったし、自力の底の部分が出てるんじゃないかなと、まあ、一番リアリティがある気もするし、でも戦った曲だなと思います。はい、ナインチャンツ、最後の光の影、ぜひ歌詞とともに聴いてほしいし、僕たちバンドのことも本当に擦った音になってると思います。ぜひ1曲目から含めて流れでも聴いてほしいし、たくさん繰り返し深掘りして聴いてほしいなと思います。ぜひ楽しんでください。